じゅんくん、おはようございます。今日はみんなで寝坊しました。寝坊っていうのかな。朝寝ました。5時半すぐに寝ました。はい、じゅんくん甘えてます。ポンちゃん、あ、ポンちゃん起きた。おいで、ポンちゃん。ポンちゃん、おいで。おいで、おいで。よいしょ。おい、ポンちゃん。はいはい。はい、あくび。ポンちゃん、必ずあくび2、3発やるよね。はい。こしゃみ。はい。はい、はい。来た。ポンちゃん、ポンちゃんおいで。おいで。よいしょ、よいしょ。ポンちゃんも呼ぶと来るようになったか。ポンちゃん、ポンちゃん。ポンちゃんがお布団を引くとすぐに乗ってきます。両手乗ってきます。はい、ジェンくん。ジェンくん。交互になでなで。ジェンくん、ジェンくん、かわいい、ジェンくん。いい子だ、いい子だ。さあ、じゃあ。え、それなの？これ、ポンちゃんに。あ、逃げる。よいしょ。やっぱピンクのやつがいいんじゃないの？大丈夫？意外とこれ好きだったと思ったんだけど。そっとやってねって、それよりもジャンクのとこに行きたいなと思ってたのね。うん、あ、ジャンクの人。うん、いい子やね。次取れるけど、ポンちゃんの毛はさ、意外に柔らかくてさ、そうなんだよね、ふわふわでいろんなとこについちゃうよね。ポンちゃんふわふわしてるんだよね。なんかなんだろう、ちょっと剛毛の部分と柔らかいのと一緒になってるのかな。なんかさ、特にこの辺とかふわふわだね。なんか毛が細いんだよね。そしてなんかこういう繊維とかにくっついちゃうとなかなか外れない。よっ、そして開けて。ジョン君はどうでしょう、これ。ジョン君好きじゃないんだよね、これね。あれ、オンリーだからね。姉ちゃん君。でもね、一気に取るにはこれ、木の方が都合がいいんですよ。え、それでも取れるのね。うん、ファミネーターすごいね、ジャン君。
何ブラッシングしているちゃんくんからも、うん、取れるなんてすごいねちゃんくん。戦いが始まりました。終わり短平和なもんだね。はいはいはい、やりましょうか落ち着かない。はいはい、いいよ。え、ここ書いて、やろ。はい、うんうん、はいはい、うん、はい、移動が多い。自分でスリスリするもんね。ジャン君、はい。